マジ、あ、もう、当たった。マジ、勝手に盛り上げまくるから、勝手に広報やる、俺が。岩崎達也さん、コンタクト取れへんかな。白本レンガ部やらんと。カイクルとコラボ。カイクルとコラボしたら、朝倉未来とのコラボは永遠に無理と思うよ。それ一番ムカつくと思う。それで言ったら俺ね、朝倉未来対平本蓮についてどう思うかっていろんな人で聞きたいの、10人以上に。で、コラボしていこうと思ってて、朝倉未来陣営だと例えば堀弁護士とか多分やってくれると思うし、で、庄司さんとか、あと朝倉海もこれ、もしかしたらいけんじゃないかなと思ってる、声かけてみたら、とか思ってるんやけど、平本蓮陣営も行きたいと思ってて、岩崎達也とかやってくれへんから。岩崎さん、空手の。やってくれへんかな。やってくれたらめっちゃおもろいよね。あ、前田明いいよね。前田明も声かけるかも。柔軟時でハスケみたいなゴミとはやりません。中原いいね。まあでもとりあえずいろんなコラボしたいわ。朝倉未来陣営だけ行くのも違うと思うしね。あと中立な人、中立な関係者みたいな、いろいろやっていこう、勝手に勝手にやっていく、いろんな人と勝敗予想聞いていきたい。両方と戦ったドミネーターとかもめっちゃいいしね。それめっちゃいいわ。斎藤豊は俺のこと嫌いと思うな、なんとなくだけど。斉藤選手はどうなんか、なんかとなく、なんかマサトを批判しなかった斉藤豊か。俺はああいうの老害だとか言ってて、その思考なんだったら俺のことも嫌いなんじゃないかなって勝手に思ってるだけやけど。金田一光月ほとんどが朝倉未来ってことやし、そうかな。ドミネーターってなんて言うんかな。ドミネーターなんどっちって予想するんかな。興味深くない。まあちょっと順番にやっていくから、7月までまだまだ時間あるから、たっぷりと。あんまり俺はもう喋らん方がいいな、その時はね。相手方の予想を聞いて、もう一回最後に俺が単体で予想してもいいしね。井上雄作はいいかも。よし、その予想から落ちる時バリオンなしよね。ああ、確かに。でもマジでめっちゃいいのいろいろ考えてるから俺、まで頭の中にある。クレベルに聞いてほしい。クレベルもおもろいな、その辺まじいろいろ夢の組み合わせできるな。確かにクレベルいいね。なんていうのか、クレベルも俺引き出せる自信あるよ、ある程度面白いように。街頭インタビューもそれもおもろいかもな、やってみようか。平本と朝倉未来のどちらが勝つか。あ、それおもろいかもな、街頭インタビュー。いろんな JK とかに声かけたりとかね、おじいちゃんおばあちゃんとか。いいな、それ面白いな。アンディの女の子予想、確かに100人ぐらいにパパッと聞いていくのもありやな。格闘技ちょっと知ってるぐらいでも。あ、いいね、それ。